Yeah, what's up, man? 皆さん、こんにちは。演劇シンセレです。みんなは今、早く出たいって思ってますか？いや、別に一日でも長くここにいたいと思ってますか？早く出たいと思ってる人。そうだよね。全員ではない。出たくないって人、いないよね。みんな、間違いを犯して、ここにいると思います。俺もね、思い出すと、すごい若い時って、なんか人よりも目立つために悪いことする。悪いことして、なんか、何々君気合入ってるよねって言われることが、10代の時はかっこいいことだと、俺も思ってましたし、その延長線上に、自分が犯した犯罪があったのか、本当に貧しくてやるしかなかったとか、自分が金請求されてたからやるしかなかったとか、そういういろんな理由も、思った人もね、この中にいると思うんだけど、でもやっぱりこの間違いを犯すということは、俺はこの年になってみてかっこいいとは、思わないです。かっこいいことってなんだろうって考えた時に、10代では人よりもその悪いことをしているっていう自分でこのかっこいいを表現してたんだけど、人一倍なんかそのかっこよさに、こだわる人間でもあったんですよね。大人になっていってというか、俺がこの外に出た時、彼女がね、捕まる前からいたんですけど、昔の友達と浮気してたりとか、敵対してたグループのまさかあんなやつとってやつをね、やってたりとかで出てきてすごい傷ついて、俺の場合はちゃんと待っててはくれなかったですね。それも当たり前なんだね。自分がやっぱり間違ったことをして、自分の主張は通らないっていうのは当たり前、至極当然のことね。だから彼女にもずたずたに裏切られ、でそこでショックも受けてさ、すごい嫌じゃん。だってもう自分の知ってるやつとか、俺がめちゃくちゃ揉めてた相手とかだよ。めっちゃやん。だからもうそれですごい傷ついたんだけど、入る前からラップっていうヒップホップっていう世界に実は出会っていて、で自分は19歳ぐらいの時だったから、捕まったら18、19の時かな、だからもうすでに始めてたんですよね。まだ駆け出しだったけど、俺にはもう音楽しかないっていう。でもそのさっき言ってたカッコつけるってこと、そのカッコつけたいがやっぱりその暴力とかそういうことじゃなくて、自分の場合はそうやって音楽をするっていうこと、他の不良とは違うことって言ったら、そうやってステージに立って歌を歌えるっていうことがすごいかっこいいってその時思ったんだね。その価値観がそこに一番いったというか、名古屋の街のその当時ものすごい不良の先輩の先輩の先輩がボスみたいな究極の人たちが集まったのが、その当時の名古屋の俺が属していた WCC っていうクルーがあったんですけど、でもそこで悪そうな人たちが集まって、もう夜な夜なミーティングしてね、どういうイベントにしていこうかっつって本当真剣に話をしてるんですよ、真面目に。でイベントの時は座ったらダメ、痴話喧嘩をしててもダメ、酒も飲んじゃダメ、それでお客さんを迎え入れて盛り上げるっていう、そういうことを真剣に悪い人たちが、悪かった人たちが集まって真剣に音楽やってたんですよね。それぐらい厳しいクルーだったんだけど、でもそれは音楽にすごい真剣な上に起きることだったから、俺もなんか納得いかないけど、腑に落ちてて、でそれで一生懸命頑張るってことがなんかもうデフォルト標準になってたんですよね。でそこでやっぱりその彼女にこの感じたこの傷ついた心だったりとかをこの拭ってくれるのは自分がこの成功していくしかなかったんですよ。ラッパーになってお前、俺有名になってお前見返してやるからなっていう、一見するとネガティブな燃料に聞こえるかもしれないけど、でも俺にとってはネガティブなことをバカにされたり、お前なんてどうせできねえよっつって、でラップで有名になりたいって言った時に、ラップって俺たちの時は本当にヒップホップっていうことすら知らない人がたくさんいて、その中でねラッパーやってるって言ったら何ラッパーみたいな言われながらも、やっぱりそういうところで俺はいつも見とけよ、今に見とけよっていう気持ちで頑張ってましたね。ただ好きなことができた、一生懸命になることができたっていう、
その中でやっぱりちょっとずつ小さな小さな成功体験、本当に小さいですよ。今まではね、どんだけイベントやってもみんなでその会場代をシェアしないといけないぐらいだから、自分たちお金払ってイベントやるような、規模だったのが、10人15人でお客さんが増えてきたとか、あと、自分がね、その当時カセットテープでデモテープを初めて出したんですよ。その時に聞いてくれた仲間が、いや、英検マジかっこよくないみたいな言われた時とかの嬉しさとかね、そういう小さな成功体験がちょっとずつちょっとずつ成長させてくれたんですよね。で、次第に名古屋で名前をちょっとずつ売れるようになって、で、地方にね、先輩についていって地方でライブちょっとだけさせてもらって、でそこでなんか AK めっちゃいいじゃん、今度俺たちのイベント歌ってよって言われて、そういう感じで地方でちょっとずつちょっとずつ自分の営業するタイミングが増えてって、で、もうそうやって人と関わること、そこで自分のことを応援してくれる愛だったりとか、そういうことを感じながら、やっぱり人を裏切っちゃいけないなとか、あとね、これだけお客さんが AK って待ってくれてる中で、なんかまっすぐでありたいっていうか、この歌のことに関してはまっすぐでありたいっていうのがすごい大きかったから、なんかそこで人間関係も成長できたのかなっていうのが、自分の体験ですかね。でも何回も言うけど、みんなまだ10代じゃん。だからこんな気楽になんか言うつもりはないけど、何回もやり直せるからね。だけど厳しいことを同時に言うと、もう大人になるとやり直し、聞かないとはね、俺も言いたくないし、やっぱ何回でもやり直そうぜっていうメッセージを投げかけてる人間としてあんまり言いたくないけど、でもやっぱ大人になるとそんなに何回もミスすることが、次第にかっこ悪くはなっていくから、だからなるだけこの若いうちに、さっきも言った自分が身を投じたいもの、それをね、見つけてもらうことが一番大きいんじゃないかなと思います。よく少年のお話してる動画とかも見ても、僕何々になりたいですっていう話に、いや、なれると思うよつって言ってたりとかする人もいらっしゃるんだけど、俺ははっきり言ってそんな簡単じゃないと思います。で、努力をしたからって絶対に叶うことでもない。だけど言い切れることは、努力しない人にそのステージに立つ資格は一切ないっていう、努力しない人に夢が叶うってことは絶対にないっていう、それだけは断言できますね。だから努力っていうのは標準装備じゃないとダメなんですよ。それがなんか努力とかね、頑張るってことが、まあ、あと真面目っていう言葉が俺10代の時めっちゃ嫌いでした。だけど結局かっこいい男を目指していくと、真面目だったりとかね、そうやって諦めない気持ちだったりとか、そういうことが実はかっこよかったりするんですよね。かっこよかったり、それしかかっこいいことってないんだよね。一生懸命自分の勤めてることを勤め上げる、本当にそれを思ってやり続けるということに勝るかっこよさってないと思ってて、俺はいつも迷った時に、この険しい道を通ってそこに行くのか、一番最短の道を通ってそこに行くのかっていう、その選択に迫られた時に、俺はあえて険しい道を行ってそこに到達しようとします。それは何でかっていうと、かっこいいから。普通に行っても難しいのに、そこをあえて険しい道から行くと、確率は下がりますよ。成功する確率はもちろん。だからこそ成功した時にすごいかっこいいっていうね、俺いつもそれを取ってますね。この国に、ずっとね、受け継がれてる侍の心だったりとかを、本当に信じてますし、俺も侍の末裔なんですよね。名字は武士で書いて武士って読むんですけど、一応武家の、末裔っていうことで、意識してることもあるんですけど、いつでもやっぱりこれって今俺かっこいいのかかっこ悪いのか、それを基準に、みんな男だからね、生きてそうやって生きてほしいなって思います。みんながみんなができることじゃないかもしれないけど、でもやっぱりここにいるみんなは、可もなく不可もなく生きてる人よりも
きっと自己表現がね、みんなに長けてるんだろうし、多分自己主張も強いんだろうし、だからそんな普通に生きてる人たちと違う経験をしたみんなはきっとそのこの経験一つも武器だと思うんです。ここで感じたことっていうのは普通じゃ見れないことなんですよ。だからこれも自分たちの財産として今後の強くその自分の思っていることを思い続けるっていう、糧にしてほしいなってすごい思いますね。ちょっとした小さな成功体験を重ねていってほしいなって思います。でもやっぱりその思いをずっと持ち続けることによって日々きっとみんなをね成長させてくれることになると思って、本当に堅苦しいことだったりとか難しいことを考えずに好きなことだったり愛すること守るべきものに出会った時に、その時にこそみんなの男気だったりとか気合を、使うところだと思って、それが見つかった人はそうする、見つからない人は見つかった時にそう覚悟を決めるっていうね、それを俺はみんなに伝えたいなと思います。そして今10代であるみんなは可能性本当に無限大だからね。だからいろんな人見たらいいと思うし、それは頑張ってる人たちね、いろんな頑張ってる人たちを見て、どうしてこの人たち興奮になったんだろうとか、なんでこの人は輝いてるのかな、なんでこの人はかっこいいのかなってことを考えながら、自分も、男としてかっこよく生きていくってことに、どうかこだわってほしいなと思います。ライブに本当みんなマジで来てほしいな。でもこれ本当に、あの時の、ね、人吉妙義学園の、人間だって言ったら本当招待したいよね。ここの俺の話を聞いた、みんなだったら本当に招待したいと思うから、その、ね、方法もなんか考えとくから、もしあのこれそのライブあったらぜひとも俺たちの作った世界観でね英検のライブを見てもらいたいなと思います。みんなに、僭越な、ものでありますが、歌をね歌ってる人間として、いつもねみんな歌ったり喋ったりとかね騒いだりとかできない中で、これがねこの時間が唯一みんなをねなんか解き放てる時間にもうなるだろうから、いやなってくれたらいいなと思って、心を込めて、歌わせてください。じゃあ行こうか。で、俺がさっきからずっと言ってる、人はね、諦めたくなるもの、諦めるのが普通だし、諦めないやつの方が、本当にね、限られた強い人間だと思う。でも、みんなにはその強い、人間に、少しでも近づいてほしいな、いや、なってほしいなという気持ちを込めて、この歌を捧げます。成功ですね、見つけるね。We gotta start the gameSo you gotta start the game, you know what it is, man. さあ、どうぞ。いろんなことを想像しながら、この歌を聴いてください。はくなる気、外は気、マシコイ気、させない気、消せない気、消す前に、その延長、繰り返し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 、せるなし、この熱心、自由熱心、でもめくって楽しいページ、いつの間にかしてた展開、夢の輪だって見えた限界、さあ続けよう、レースの続きを、てめえに果たしてるの恋愛、あけるがレイジ、夜中のレイジ、よみがえるあの頃のアバレージ、ひもみでのきしむ PA、かげろうに揺れるペイン、一度燃え尽きようかもさ、今どうでもこいつの手は消えない、今闇闇のこと、よみがえるぜ、そーっと赤赤のボンナー、さあその線を忘れろ、バイ、このアレージを捨てた正体、夢を上げるリスト、狭くくるような、忘れちゃねえ。中であの日たどる覚めたくねえ、あと5分目が覚めて見た遠く言い訳にもチェックされたボロ負けにも取り慣れた人を笑う今なぜか不気
時はやがて今は愛せこの栄光に残った後あのカートスタートの感傷ブレイクスもまだトラップなんだよ激戦まで無線ラップ勝利のベッシュ年齢より走り続けた街の裏通りもう疲れたよもう一度に片付けバックスタートストーリー手を分けてダメージ夜中のレイジ呼び返るわの子供アバレージ君に出る奇襲 PA さあ全員手を振れ一度燃えるよもう咲くのどうでもこいつの目は消えない夢並み破る限界の向こう側まで一緒に飛べ悲しの頃は旅の涙で完成勝てなくなれば世界の方が尽くすそれでも I'm forever 一人でことでしょうか目を閉じれば伝わるもうすぐ Ready now 一度燃え尽きよう何回でも負けるよそして何回でも悔しい思いもするそして何回でも諦めそうになるでも俺らは生きてる生きてここに立ってるだから何回でも手に合わせるからさあまたシャバでみんなに会えるよ楽しみにしてるよ YK69 でした。初心に帰ることはないけど、まあ、思い出したね初心に至る前の段階だからね、はい、少年入ってた時なんで、うん、でもあの当時の空気を思い出せるだけでもすごい貴重な体験だよね。もうあの場所に普通に来てて戻ってくることないから、普通の人はもちろん立ち入れない場所だから、それをあの時ね、もう入れ始めてたヒップホップで有名になってじゃないけど、まあ、こういうとこに来れる立場まで、ね、なってもうここに戻ってきたっていうのはなんかすごい感慨深いけどね。多分今日はそこにいた子たちは、まあ、みんながね、みんなその俺の言ってることが響いたりとか記憶に残ったりするかわかんないけど、でも本当たった数人でもいいから、このそっち側だった人間がこうなることができるっていうのをなんか覚えておいてほしいし、私なんかまあ出てね、なんかその愛するものだったりとか守るべきものが見つかって、で自分がその本気出した時に、あ、AK があの時ね少年で言ってたあのことってこのことだったんだなってまあ思ってくれたら嬉しいよね。まあ本当にモーメント的にはこれ本当に日常生活にないモーメントだから、なんかその貴重な体験をさせてもらえたっていうのは本当にありがたいし、なんか自分のこの音楽活動をやってきてよかったなって思う瞬間でもあったよね。だから今日のねこの公演、ライブをあそこの体育館で見てたみんなが、おみんなのことを本当にライブに招待したいから、みんなが本当に来たいってなったら、あの秘密の話を DM か何でもいいけど、 Twitter の DM でもインスタの DM でもいいから、俺あの時の何々ですで合言葉は秘密の話な、 AK の何々の話っつってメールして、そしたら招待するわ、招待させてください。また会えるの楽しみにしてます。